ろ。ジドン TV をご覧の皆様、こんにちは。富樫英二です。斉藤龍です。今回ジドン3月号に、登場いただくということで、今日初対面ですか。あ、はい、そうです。2人が東北出身ということで、いやもう、なんか、ちょっとなまってはないですよね。なまってはないと思ってます。うん、はい、けどなんか、こうリズム感、話のリズム感がすごくなんか合うような気がします。本当に斉藤君もそれは思います。はい、思います。すごい、なんか雰囲気がなんか親しみやすいというか、なんかやっぱ東京の人ってちょっととっつきにくいんですけど、かなこと言うとあれですけど、わかります、わかります、マジでわかります。ちょっとあれなんですけど、はい、やっぱすごい最初から雰囲気が良くて、はい、撮影中も2人とも穏やかな感じで、うん、今日の撮影の感想はいかがでしたか。割とパリッとした衣装だと思いますけど。ああ、けどまあ確かに衣装こういうのをなんかきちっとするのはちょっと珍しいなと思いつつも、まあ、いつも本当に緩い感じの衣装が自分は多くて、でそしてもうこうやってあの言っちゃえばですけど、年下の方とこうやって組むってことは多分初めてなんじゃないかな、自分の中では。だからすごいなんか新鮮な感じでこう撮らせていただいて、すごく楽しかったです。僕は、こういう系の服が好きで、あんまりそのダボっとした、なんか今のやっぱり若い人たちってすごいこういうストリート系とか多いと思うんですけど、僕結構スーツみたいなこうきちっとしたのが好きなので、まあこれが今回は僕は合ってるかなと思ってます。本当に多分自分と同じで、多分セットアップが自分好きなんですよね。わかります。こういうのすごい揃えるマニア的なものが持ってたりしてるんで、はい、嬉しかったですね。富樫君は第30回の、はい、ジノスーパーボーイコンテストの準グランプリで、斉藤君は第34回のジュノンスーパーボーイコンテストのグランプリということで、はい、ジュノンスーパーボーイコンテストの思い出を聞きたいなと思ってて、なんか書類応募って、はい、あのどういった経緯でお二人はされたんですか。自分は母親が勝手にしてました。本当に応募していいぐらいの本当軽い相談から始まって、で、まあ、本当に運よくあそこまで行けたらっていうのが覚えてます。本当に僕は自分で出したんですけど、そのやっぱ芸能界にこの漠然と興味を持っていて、なんかやりたいなと思ったんですけど、その今しかできないことにチャレンジしたいなと思って、まあ、高校のみんなと部活動とかっていうのも楽しいは楽しいんですけど、ジュノンってやっぱりこう年齢制限があったり上で、その今しかチャレンジできない後悔のない人生を送るために送りたいなと思って自分でこう出した感じです。全然自分よりあの道義が素晴らしいです。そんな富樫さんも、はい、準グランプリで斉藤君グランプリですけど、受賞の瞬間って、まあ、2人とも発表の順番とかは違うと思うけど、なんかその時の思い出ってあります？その瞬間の。あ、とにかくあの自分なんかステージ上がった時に、あの自分の母親がステージの中央らへんにいたのをすごいまだ覚えてるんですけど、準グランプリ取った瞬間に一番先に母親の顔を見た覚えがあって、でそれがすごくなんか喜んでてわーわーしてるのがあのまだ記憶に残ってる覚えがありますね。うん、僕はあの親探したんですけど、ライトガンガンで見えねーって思って、どこいんだろうなって思いながら、こうなんかそら辺にいるだろうっていうところを漠然とこう見てました。確かにちょっと雲がかって見えなかったですね。なんかどういったことが評価されたなと思います、その審査員たちに。俺パフォーマンスもソーラン節をやって、うん、で告白がブルゾンチェミさんにあの砂浜でドリブルして告白したみたいな。本当は絶対ドリブルできないよみたいな、ああいうなんかシチュエーションを作ってやったんですけど、そう、何がされたのかな、まあ、自分で言うのは恥ずかしいんですけど、多分その時のウィーウィーさというか、なんかあったのかなと思います。本当にわからないですけど、はい。
これはまあ自信満々に披露できたところが良かったのかなと自分では思ってます。まあすごい練習頑張って、そのまあ親とかいろんな人に教えを乞いながらというか教えてもらいながら頑張って練習してきたので、あと最後はそれを披露するだけだっていう、なんかもう後に引けないっていう感じで頑張ったのが評価されたのかなと思ってます。けどマジです、俺見たんですけど、あのパフォーマンスでフリースタイルバスケと、はい、いや、なんでしたっけ、あと、ビートボックスとちょっとダンスも、はい、見てたんですけど、俺もあのジュノン の, その30回の選考会に、はい、あの東京モディでバスケットボールを披露したんです、ストリートバスケを、うん、俺もうカメラ目線気にせずにもうずっと下向きながらやってたんで、マジですごかったんですよ。本当それも覚えてます、本当に。そうです、2人はもうバスケつながりもありますか。はい、あ、そうですね。ポジションはどこだったんですか。自分はガードからフォワードあたりをやってました。同じです。同じですか。めっちゃ同じです。あの僕も中1まで155センチしかなくて、で全然下の方だったんですけど、なんか中学校の時急に伸びてきて、すごいフォワードにこう急に、あ、そうなんですか、ね、はい、ポジション変えられて、っていう感じです。じゃあすごいなんか共通点がある。そうですね、うん、あります、あります。そんなお二人ですけど、ジュノンスーパーボーイコンテストが第36回目を迎えるんですけど、はい、今年の応募者に向けてなんか応援メッセージというか一言ずつお願いできればと思います。けどもう36回も行っちゃったんだなって考えると、いやけど全然まだそんな、もう6年も前だと自分本当に何もできなかったんで、けどこれから応募する方やそして挑む方は本当に何だろう、自分の人生本当に180度ぐらい本当変えられる機会でも場でもあるので、まずは自分をなんかうまく見せるっていうよりかは本当に自分の素の自分をもうちゃんと出して、勝負していったら多分結果はおのずと出てくると思うので、まずは頑張ってみてください。はい、そうですね、まあ自信を持ってやることが一番大事かなと思ってて、なんかこうやっぱり僕も最初の方は自分そんなに上に行けると思ってなくてだったんですけど、少しずつ勝ち残っていくうちにそれが少しずつ自信になってきて、そのさっきその自信満々に披露できたことがあって言ったと思うんですけど、その自信を持って誰かにこう自分をアピールするっていうことはこれからも大切なことだと思うので、それを意識して頑張ってくれたらなと思います。そんな僕たちがジュノン3月号に、2人で掲載されていますので、ぜひそちらをご覧になってくれると嬉しいです。富樫英司からでした。サトルです。サトルからでした。ごめんね、本当に申し訳ない、申し訳ない、俺が噛みすぎた。はい、じゃあ今の噛んだのも可愛いと思います。はい、ありがとうございます。